よろしく。皆さんこんばんは、こんにちは、あるいはおはようございます。さて今回もやってきました、一番楽しいガチャの時間です。リーランです。なんか今回はあれみたいですね、天井が200連ではなくって150連みたいですね。なんかちょっと優しくなったというか、まあなんかシーズン2になってなんか新キャラのあれも変わるみたいなんで、ちょっとどうなるかわからんですけど、それでは引いていきたいと思います。とりあえずガチャ地形からですかね。でリーランが出たら、まあ、ほぼ勝ちみたいな感じですね。では行きます。お久しぶりです、リーランです。まあロードはなしと、でまあ虹まで行って、これで虹が出なければまあ出ますね。2個目、はい穴です。まあまあまあこんなもんですよね。とりあえずは、まあ、一応ロードが入ったんであれですけど、まあ、ちょっと早めのロードなんで多分星4系の被りだとは思うんですけど、まあ出たとしてもですかね。2個目と5個目アンナ、はいアンナ、またアンナで、これ同じアンナかな。で、はいない、まあ、金率、星4率はいいですね。でちょっとここから単発回していきます。そこからちょっとパパッと回していきましょう。ロードがあった時だけまあ見ましょうかね。でもたまになんか、あシャルロットも出るんですね。これ今回のあのガチャのラインナップ相当なんかいいような感じがするんですけど、はい、まあ出ませんでしたと。40連、あ30連、まあやっぱ25分の1ですよね。これミュウエも出ますし、黒の後継者、黒か白、春、セナ、セレナ、勝利のために、あ今回のガチャすごいですね。新キャラが出な、新キャラ目当てじゃなくてもここら辺出てない方はなんか引くのも全然ありな、セレナ、アルカナルよ、全然ありなガチャですね今回は。ではまあとりあえず行きましょう。まあ、10% ガチャで、あのこの前引いたんで、もう一回あのリーラン出せば OK ですからね。あ、最後のロードがちょっと長かったような、お虹が多いぞ。1個2個3個4個丸、お前か春、あヒーロー出た。いやまあいらないんだけど、うん、あ月見、え、これ月見ですかね、あの新規転生した。まあ残念ながらかぶりでした。ではこれでガチャチケやってみましょうか。 10%、10% プラス、まあ、2分の1ですよね。まあ 5% だったのかな。あ、パーセントは書いてないのか、これパーセント書いてないんで、あの73とかもしれないんですよ。さあ行きましょう。ロードが入ったら熱い、入らなかった、なんか無理ですね、無理ですねこれは。はいはい、ですよねというやつですね。緑の王だ、この冠は王の証。まあまたロードは入らないと、虹まで行って、あ行かない、この場合で虹ってもダメですもんね、ダメ。はい、はい、爆死、はい、パパッといきましょう。ロードは一応入ったけど、なんかかぶりのやつな気がしますね。でまた上がりもしない、1個、一応2個か、7個目くらい、2、3、4、5、6、7、ラインズマン、いやーリーラン出てほしいんですけどね、マジで。一応2個、1個目と11個目最後、はいはい、ひなでした。でラス
と、まあルビーも強いですけどね。でもう一回 10% ガチャですね。でロードはないと。いやもうこれ、まあ、たまにロードなくても出ますけど、これで虹が出なければ残念。2個目、オッケー、お願いします。よし、お久しぶりです。よし、お久しぶりです。よし、これは神木ですね。あとはこれで、まあ最低でも100連で OK。でこの 10% で出せば神木でしょう。まあ80連はしてますけど。この冠は王の証。よし行きましょう。なんか最近ちょっと違うゲームでしたけど、ちょっと引きが良かったんで、なんかここもいけそうな気がするんですけど、でもロード入らない。虹まで行ったら熱い。ああ確定か。まあ金か、まあ無理でしょうですよね。はい、じゃあ残りいきましょうか。まあ最低でも100年ですからね。ここで出たら嬉しいですけどね。あと40連も得しますから、ね、とりあえず2個かな。7個目と10個目2、3、4、5、6。はい、またアナゼ。アナゼ多いですね。アナゼ絶対あのピックアップされてるだろうって感じですか。で次、あリリカも出るんですね。これこいつも強いですよね。はい、これが70連目です。でガチャチケット合わせると約100連ですね。とりあえず虹まで、これで出なければ虹が確定。はい残念。これまた1個目か。お願いします。はい、やはりもうこれはないかな。はい、でギアスター、あこれあのギアスターとかじゃなくてあのアンカールーンつけてほしいですよね。もう今やったら1段階。ここ正直もう1段階とか2段階とか関係ないですよね。もう最後まで行ったらあるでしょうけど。7個目かな。1、2、3、4、5、6で7。セレナも出るのか。これはクレーノかな多分。で90連。とりあえず2個まで、これで出なければ確定。まあ10連得しますね。2個か。2、4と10個目かな。2、3、4。エドガルドか。やった、セレナ。いや同じの被りすぎなんですよね。まあラスト、まあこのラストで被り出すっていうのは今までしたことはないので、大丈夫かな。よし大丈夫でした。はい、まあ、結果100連、まあ、ジュエル100連とペトチケ29枚、まあ、約32連ぐらいなのかなでしたね。はい、まだあと50連ではありますけど、全然今回は良かった方だと思います。ご視聴ありがとうございました。ありがとう。